どうもー影やんです。今日はですね、えー、ご褒美を作るということについてお話しさせていただきたいと思います。えー、僕の場合ですね、えー、ご褒美をね、結構こう自分で作っていくというか、えー、その楽しむというかそういうものをこう増やしていくっていうことが結構好きなんですけども、好きであって、これで日常のね、こういろんなこう自分の活動をこう こうよくこう集中してねいろいろやっていくためにというかもちろんそのね活動自体もですね、えー、その面白さというかですねその喜びみたいなものも、えー、感じてはいるんですけどもそれはそれとしてですね自分の中の中ご褒美を作るというのが結構、ねえー、大事やなと僕は感じていいます、まあ、ご褒美いらずの人もいるかもしれないんですけども何か 何,らかし何かしらの,この、ねえー、ご褒美を自分の中に作ってないとですねなかなか続けることって難しいんかなというふうに思ったりしてますでは僕の中で言うとですね、えー、1週間のご褒美としてはです、ね、あのチートでですねあのダイエットというかその体の,、ね、その訓練であったりとかそういう,こうしっかり体にいいことをこうしているのが週5日間ぐらいはそういう形をとっていると いうところでですねそれ自体がすごいストレスになってるわけではないんですね今となってはそれそれはそれでねあのー、なかなかそこのそのそういう健康のためというかその体の感性を高めるための活動をしていることのその喜びというかですねそういうことをしていることに対してそのストレスはないんですよねその その面白さであったり喜びというところまではいかないかもしれないんですけどもそういうものも感じているんですけどもそれとは別にそのチートデイというのを設けてですね週2日はですねあのー、お酒を飲んだりとか、えー、炭水化物をたらふく食べたりとかそういうジャンクフードですねそういうものを食べたりとかですねそういうことをしていると。 いうことですねそういうご褒美を、えー、作っていると1週間単位でいうとそういうことですね。で仕事もですね、えー、週6日働いていてですねで1週間に1回は、えー、休みがある。 定休日があるっていう状態なんですけどその定休日は自由にこう自分が動ける状態なんで、えー、そのためにこう自分がこう面白いなと思ったことであったりとかどっか行きたいなと思ったことで今なかなかあの行く場所っていうのもちょっと限られてはくるんですけどもその何て言うんですかね自分のやりたいことのなんか延長の中にですねその行きたい場所であったりとかそういうものたあのー 確かめに行きたい場所であったりとかそういうことをするためにこう使ってるんですね。それをすることによってなんかこう充実した形というか、えー、気持ちになれるんですよね。でそういうのが一緒に日件あってで毎日の活動の中にもそのね やっぱりその楽しみというかご褒美っていうのは作っていてですね僕が日々こう仕事をしていってですねもちろんお客さんが来られた時はそのお客さんが来られることによってのその接客によっての,その喜びもあるんですけどもそういうことをこうやりながらあと他の作業もしながらですねそういうのがクリアして終わっていった時にですね最後にですね自分のご褒美としてね最近でいうとドラマを見ると。 えー、ドラマを見ることによってなんかねそれドラマにも自然とこう入り込みますよねドラマね。で自然と入り込むことによってですねそれがこう楽しみとなって今はそれがそれのためにやってるわけじゃないんですけどいろんなことをこうやっていくその何て言うんですかそういうその喜びもあるんですけどもそ,それを通り越えて乗り越えてですね 乗り越えてっていうのはちょっと大げさですけどもいろんなものをこなしていってですねその後にあるドラマっていうのがまたこう面白いですねで、えー、そういうドラマを見るとそれが自分の中でご褒美になっているとで、えー、最終的にはそのリラックスして寝たいんで、えー、テレビ番組ですねお笑いの番組であったりバラエティとかね、えー、そういうものを見てほんで寝ると。 スーっと寝てまた朝、えー、活動的に動いていくと。 いいいうふうなこことととをしていくということですね。だから、えー、ご褒美を作るっていうのは結構その僕の中ではその重要なことでご褒美もねちょっとずつ変化していったりですねそのお客さんがこうたくさん来ていただいてですね昼ご飯が食べられない状態になる時があるんですねで5時まで食べられないんですけどお客さんとお客さんの合間にですねアイスクリームを食べるでアイスクリームを食べることによってですねあのまた 集中してお客さんを施術することができるんですけどもそういうのはそのお客さんがたくさん来ていただけるというご褒美を自分に与えられながらもその中でですねアイスクリームを食うことによるそのご褒美であったりとかですねそういうご褒美って言えるか分かんないですけどそういう形でこういろんなところにそのちょっとそのこれ嬉しいなっていうものを作っていくとですねこういろいろとこう進んでいく進みやすくなる。その ストレスがかかりにくくなるんかな。そのストレスがある程度その。 何らかしらのこうストレスっていうのはかかってくるんですけどもそれを解放させたりとかですね発散させたりっていうのがこうできるかなというふうに思います。でストレスっていうのはもうかかるもんでしょうがないんでですねストレスがかからない状態にするっていうのはちょっと難しいかなと思うんでストレスがかかっても発散できる状態にするだから副交感神経が優位になるような形ですかねそういうものをこう自分の中で作っていくということですね。そうする こことととににによってこう活動的にこう動的ができるというふうに感じますだから、えー、意識的にいろいろこうしたこれは自分がおもろいと思っているとか、えー、楽しいと思っているとかこう、えー、嬉しいなと思うことであったりっていうのをちょっと意識してみてですねこういうもんがご褒美やったらこういうふうにしていこうほんでそのご褒美があの嬉しいことによって嬉しいというあることによってですね日々の活動もこう面白くなるというかそういうこう 良いサイクルうーん、好循環がこう生まれてくるというところになりますね。で、そういうことがこうどんどんいい流れになっていってですね、いいこう環境であったり、えー、いい現状というかそういうものがこう引き寄せられていくというか、えー、そういう状態になっていきますね。本で意識することがそういうことになってくるんでね、いいものばっかりがこう目に こうつくというかいろんなことが自分の目の前に起こる,起こるんですけれどもねあまりマイナスの方に引っ張られずにですねそのいい方向へこう引っ張られるという状態になっているかなというふうに感じます。ということで今日はご褒美を作るということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。